はぁ、あ、じゃあ何結局のところ、俺が全部悪いって言いたいのそうじゃないけどって、そう言ってるようなもんじゃん。なんだよ、それ。うぁ、ん。ラチが開かない。もうこの話やめよう。喋ってるだけでムカムカしてくる。終わり終わり。 やってらんないああ、もうくそ、うん、ん気晴らしにスマホゲームでもしよっかな。うーん。うーん、これがいいかな。ああ、でも最近このゲームしてないから、こっちにするか悩むな。うーん。あ ねえ、何してるのどこ行こうとしてるの何があって立ち上がろうとしてんじゃん。えスマホカバンの中にあるから取るだけねえ。ふーん。いいや、別に。スマホ取ってきたら。うん。 ちょっと。<laughs> ねえ、もうちょい横ずれて。うん、座る。ソファーに横になってるとゲームしづらいから。ほら、早く。うん、えどうしたのって、何別になんもないけど何 俺が隣に座っちゃダメなのダメじゃないならいいじゃん。それよりゲームするから静かにしててよね。<laughs> ダメ。動かないで。動くと気が散る。おとなしくしてて。<laughs> もうなーにゲームしてるのに。どうしたの 腰に回ってる腕こうしてないとお前動くじゃん。俺は片手でもスマホ操作できるし。ダメだってば。このままがいいって俺が言ってんだからいいの。うん。このまま。腕もこうしてた方が楽なんだよ。嘘つき何も嘘なんかついてない。 お前はこの体勢のままおとなしくスマホいじっとけばいいの。ん、なにお手洗い本当にふーん。わかった。あ,あ、 えなんで廊下にいるのってああ、喉渇いたから飲み物を取りに立ち上がっただけ。こっちに飲み物がないことくらいわかってるってば。たまたまだよ、たまたま。うん。ただそれだけ。あ,あれなあ、そっちリビングじゃないんだけど。 え、もう寝室行くんだ。へえ。お前に用俺は別に何もないけど。ほら、早く行けば。<laughs> 何、その顔。どうしたのって。寝室に来た理由なんて一つしかなくない。 寝るために来たの。狭い。横ずれて。もっと奥。壁側にずれて。いいから。ねえ。なんで笑ってんのバレバレなんですけど。わかるに決まってんじゃん。 怒ってる感じ消えてるし、何がそんなに面白いのえリビングにいた時だからさっきも言ったじゃん。寝転がってゲームするのやりづらかったから起きただけだし。腕だって手持ち無沙汰だとかえってゲームに集中できないから。 たまたま隣にいたお前を抱えてただけで立ち上がったのは喉が渇いたからで寝室来たのはたまたま俺も行こうと思ってたからでこうやってくっついてるのは <laughs> うるさいバカ分かってて聞いてんだろ かく悪い俺が何か言うたびにニヤニヤしてるの分かってるんだからなくそ言い合いになったけどそれでもお前と離れたところにいるのは嫌なんだよお前の近くにいないと落ち着かないもうムカつく笑いすぎ ほら、うん、ちゃんと俺を抱きしめて。うん、これは決められたルールだから、寝るときは抱きしめ合って寝ることってね。何まだ聞きたいことある、うん、なんか言ったごめん、よく聞こえなかった。もしかして。 俺のこと好きって言ったねえ、俺のこと好きって言ったんでしょ。そっか、そうだよな。お前俺のこと大好きだもんな。<laughs> 俺も好き。ちゃんと伝わってる。だから、言葉にするなら、 別の言葉で欲しい。俺も、一回だけ。ごめん、な。よし。じゃあ、今から俺のこと構って。え、そうだよ。俺が構うんじゃなくて、お前が構うの。うん。バレてるならもういい。開き直る。 離れないようについてきた、けなげなお前の彼氏に、ご褒美ちょうだい。<laughs> 何くれるんだろうな。<laughs> 楽しみ。動画見てくれてありがとう。ASMR 動画は、毎週金、土、日曜日に投稿しています。気に入ってくれたらチャンネル登録して、また聞きに来てね。バイバイ。